皆さんこんにちは。りなです。えりです。えりです。エリティブログです。今日は名古屋にある神田かつら店というかつらのお店に来てます。これなんで今日ここに来たかというと、私とタカが前撮りをすることを決めました。そう、名古屋にある北徳というステージ用の衣装と前撮りもやってる会社に誘われて、12人絵を着てちゃんとカツラも着て、その前撮りの準備に今日エリーさんと一緒に、神田カツラに来てカツラのフィッティングをする予定です。全然イメージができないから、どんな感じのカツラになるよ ね。ちょっと、はい、今から紹介します。よろしくお願いします。まあ私カツラについて何にも知らないので、説明もとても楽しみにして、そのフィッティングとかもうどうなるのかなって思ってお願いします。私は神田峰彦と言いますけど、今父親が一応3代目ということで、私の曽祖父からやって100年近く、もうなんか明治の割とこうすごい。やってることは日本舞踊のかつらをやらせていただくというのが一番大きい仕事なんですけど、使ってる、髪の毛が地毛ですか？そうですね、基本的にみんな本物の髪の毛で、これ手直し用なんですけど、役者さんから預かってて、ちょっとまあ古いです。まあ、こういった毛は基本的には全部古い。すごい。何の動物から作られているんですか？これはね、ヤクっていう。で、その赤には染めてあるけど、そう、これは染めてある、ね、あれが本当の色？うん、なんかね、茶色っぽいんだけど、あ、じゃあそれも染めてる。触ってもいいですか？まあ、なんていうのかな。ああ、なんか、あ、そうですね、全然なんか人間の毛と全然違う。そう、振るとこれがなんかボリュームが出て、こうね、こうわーってやるとこう、ふわっとこうなるね。はい、お邪魔します。お邪魔いたします。お邪魔します。はじめまして、父親です。お願いします。言うだろう、ちょっとつぎ割りみたいな先がちょっと引っ掛けれるようになってて、これでこう、まあ、引っ掛けて結んでいくっていう、こう一回こうすくってこう引っ掛けて、でこれぐりーっと回ってこうぐっと締めるだけなんですけどね。今だのシーンも、あ、そう、こっちはもうこう一体にしてますけど、こうなったりとかね、はい、花嫁のかつらに使ったりするけど、昔は多分これ、いわゆる墨だったりとかで、で、こういう感じで、こういう状態で、ストレートにするですね。蒸気の力で伸ばす。秋の色草ってこれは何だろうな。五点女中とか。すごい。これに飾りをつけていくんですけど。これも本当なら多分銀なんでしょうけど、今はこれは紙で。軽くなってます。そうか、重たい。これ銀だったら大変なもんね。ね、言い方なんですけど、コーブラスタイル。コーブラスタイル。怒られちゃうね、コーブラスタイル。男性と女性の。そうだね。新婦と新郎の衣装とカツラの、イメージです。まずは。マスク外して、メガネを外して、そこから、カツラの、合わせ
スタートあるのかな、はい、カツラかぶるときにはこう羽舞台って言いますけど、こういった下地をかぶってからカツラをかぶるんですね。早速すごいじゃん。どう？あれなんかギュッとなってる。なってるね、気持ちはギュッとなってる。髪の毛絶対全然出ない。髪の毛が全部なくなったね。まあ、ではこれからカツラを合わせます。ちょっといろいろと。頭が小さいからですかね。そうですね。こうちょっと思ったより本当に。あれは小さすぎた。うん、すごい。ちょっと後ろ行きます。この時にまあ一番いい大きさと前の輪郭とかで一番よく見えるものをまあ探しながら行く。これはまあまあいいんですけど、もうちょっと探してみますね。今回一応ちょっと自然色って言われる真っ黒じゃないカツラでは行くんですけど、この方がお化粧とかも合わせやすいし、痛くないですか今？全然痛くないです。いい？めっちゃ似合うこの色、うん、なんか茶色っぽく。フィッキング終わりました。終わりました。カツラが決めました。そこからこの形に、うん、します。これからすごい。どれぐらいかかりますか？言うだけだったら多分、でもちょっとあれは面倒くさいので、私も慣れて、まあ、慣れてないので、普段そんなに出ないから、ね。ですよね。やっぱ 3時間とかちょっといたつもりで、まあ1日で言うのはできると思うんです。だからあとは、これを今から、さっきみたいに、取ったり、ちょっと洗うかな、はい、じゃあね。毛を一回サラサラにして、綺麗にして、早くやれば2、3日でっていうので、完成はさせていきたいなとは思います。ありがとうございます、はい、とっても楽しみにしてます。私も見ます。これでカツラのフィッティングも終わったし、終わりましたね。いろいろカツラについて勉強になって、はい、とてもとても面白かった。面白いね。前撮りはもうちょっと、あと少しそう、もうちょっと待っててください。その間にまたいつも通り新しい動画がアップされるので、その次の動画でまた会いましょう。ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。バイバイ。